これまでのモンストアニメ。台湾の海の神魔素をめぐる戦いに巻き込まれた俺たち。どうしても助けたいんです、あの子を、メイメイを。今だよアルビダン。マナの活躍で魔素が復活し、台湾の海は再び平和を取り戻した。今のはギロか。マナ、あなたには皆をつなぐ力がある。その力がいつか異なる者たちを一つにするでしょう。羽田空港では全ての発着便が欠航となりました。各航空会社再開の。台湾に行ってる間にこんなことになってるなんて。都内全域で発生した電波障害の影響で公共交通機関は終日運転を見合わせており、ネットが繋がらない。電話もダメみたい。あれは一体何だったのかしら。マナ、どうかした？あ、いえ、何でもありません。エナジーポイントの影響はこれまでもあったが、今回は規模が違いすぎる。一体何が起きているんだ。それに関しては移動しながら説明しよう。ゲンマさん、プライベートジェットの次はプライベートヘリですか。さすが社長でありますな。よっ、できる男はヘリ移動。それじゃ。さて、今回のエナジーポイントの異常反応に関してだが、原因としては2箇所から同時にエネルギーが漏洩していることが考えられる。2箇所同時に。そういえばノストラダムスとアンゴルマーの予言でも言ってたよね。見えた、2箇所だよ。女の子たちの可愛いモコモコが見える。乙女の祈りは道となり、人々は白と黒に列をなす。今回のエナジーポイントは池袋と上野だ。そっか、可愛いモコモコで白と黒に列をなすって上野動物園のパンダのことだったんだ。だが乙女の祈りは道となる場所がどうして池袋なんだ。それってあれのことじゃない。池袋東口にあるアニメや漫画好きの女の子たちの聖地、乙女ロード。こんなとこがあったんだ。待ちくたびれたよ、レン。いやいや、お久しぶり。よっと。太陽、ゲンマさんの依頼で助っ人に駆けつけました。悟りまくりのサトルくんこと白浜太陽です。詳しくは過去シリーズを参照である。なんでハルマがここに。エナジーポイント攻略に援軍が必要だと聞いてな。エナジーポイントの番人は強敵だぞ。望むところだ。それにこの4人が揃えば無敵だろ。そうだね。懐かしいな、4人でチーム組むのって。エナジーポイントの番人のお出ましだ。って、ハルマ、エナジーポイントの場所分かってるの。ああ、旧寛永寺だ。封印石フルコンプリートまでラス2。こんなに巻き巻きでいけるなんて、レン君たちは月間 MVP 確定。まだらめコインゲットだね。君にも感謝しているよ。あの日君と出会ったことでイノベーションを起こすことができたんだから。この大地に秘められし大いなる力、あなたもそれを求めに来たのですね。へえ、僕以外にもエナジーポイントのことを嗅ぎつけてるやつがいたとはね。っていうか君、モンスターでしょ。私はミロク。ミロク、ねえ、東京にはこういうエナジーポイントがいくつもあるの？ええ、全てのエナジーポイントを解放すればあらゆるモンスターを自由に召喚し操ることもできるでしょう。へえ、
じゃあ君もその力を求めて。いえ、私はこの世界とモンスターゲートの関連性について興味があり、エナジーポイントにたどり着いたのです。僕たちはウィンウィンな関係になれるかもしれないね。あれから僕たちは着々と目的に近づいてついに今最終段階に到達したんだ。さあここから世界に真の平和が訪れるのさ。エナジーポイントはこの辺りか。これは日本の古いお金、確か小判ですか？マナ？どうやらこのポイントの番人のお出ましのようだね。ああ、お宝を奪いに来たんだね。渡さないよ。ここだ。悪しき者どもよ、この地に宿りし力は渡さんぞ。オンベイシラマンダヤソワカ、英知をすべし浜の蒼天よ、我に力を。モンストスタート。この地の封印を守りし万人毘沙門天、そして我は毘沙門天の眷属にして越後の龍上杉謙信なり。上杉謙信、生涯腐敗の軍神か。我にあだなす悪鬼どもよ、天魔降伏の神器が力、受けてみよ。悪鬼降伏こいつはカムイが食い止める。任せたぞ。俺たちで毘沙門天を仕留めるぞ。お宝には近寄らせないよ。レンじゃねえか。教官どうして。この周辺に乙女が集まる場所があると聞いてな。相変わらずであるな。そしたらたまたまお前が戦ってるのを見かけたってわけだ。レン、助太刀するぜ。はっ、感謝感激であります。モンストスタート。僕も負けていられない。私も。攻撃が。あの氷がある限り奴に俺たちの攻撃は効かない。葵、任せて。ノストラダムス、
念。アキラが剣心を食い止めてくれて助かった。いや、俺の判断じゃない。カムイ自身が俺たちのために捨て身の攻撃をしたんだ。来た来た来た、ついにリーチだ。間もなく始まるよ。それじゃ一気に決めちゃうよ。教官、俺たちも、マハカーラの力が解き放たれた。止めてあげるね。世界を真っ黒に。教官、レン、太陽さん、マナ、あなただけでも逃げて。アルプルギス、私がみんなを守らないと。お前を守ることができてよかった。え？今こそお前の力が必要だ。お前には世界を変える力がある。あの光。昇る時、世界に終末の時が訪れる。Oh,